さあ今回我々がですね、はい、ゲストということで1年半ぶりですね。いやそうですね、いやでも今回もまた息子さんの趣味にこう、そうなんですよ、あの皆さん付き合わせるという企画なんですけれども、前回やったあのトランプのね、あのババを引かせるとかね、トランプは古いですよ、もう。あ、古いの？古いですよ。違う、トランプじゃない、教育。なるほどね、やっぱ教育とは愛ですから。なるほどね、もう趣味っていうのはもういろんなものに対しての教育なんです。そうですね、漢字の方もまたちょっと今回出てくるんです。これはまた令和だからこそね。いやいや、あのお三方が食いついたという。そうなんですよ、すごいことになってます。2度目、あとね、私のワンちゃん出ます。はい、そうですね、ゴルゴさんのペットが初登場、うち様だから特別に出したという。はい、そして最後すごかった、最後ね、みんなで外に出て、うん、そうね、すごかったですよ、うん、最後はいろんなものを呼びました、ね、ついに来たね、ついに来たよ、ゴルちゃん、ついに来たよ、ついに来たよ、来ました、来ましたよ。今回は1年半ぶりに復活、ゴルゴ松本伝説第5章。今のゴルゴが何にハマり、何を極め、そして何にたどり着いたのか。男は舞い、叫び、そして捻挫。さらにレッドファン必見、最新ギャグをたっぷりと。極まれしゴルゴ松本のすべてここにあり。今こそゴルゴ松本に一日付き合ってあげてほしい。レッドの吉田、ぜひともご覧ください。よろしくお願いします。